今日はディズニーの購入編紹介を紹介するわぞ。こんにちは、ももかです。はい、というわけで皆さん、まあもうこの格好とこの感じ見ていただけたらわかると思うんですが、私ももか、そう、先日ディズニーランドに行きました。まあ、前回の動画をね見てくださった方ならわかると思うんですけども、まあ先日、まあ卒業ディズニーということで、家族でね、あの卒業おめでとうということでディズニーに連れて行ってもらいました。まあね、なんかもう卒業ディズニーのシーズンだからか、もうね、めちゃめちゃって思いて、なんか中学生ばっかりでしたね。まあ中高生。卒業ディズニーって感じの人たちがめっちゃいっぱいいて、めちゃめちゃ賑わってましたね。で、実際その日、たまたま同じ日に、リア友たちも、たまたま C に行ってるとか、ランドにいるよとかね、結構ありましたね。びっくり。というわけで、まあね、ディズニーランドに行ってきたよということで、今回はちょっと購入品を紹介したいと思います。それでは、行ってみよう。はい、というわけで、まず最初はですね、私がずっと行きたかった、あの、香水とか石鹸が売ってるお店あるの分かります？ちょっとちっちゃい、あの、カリブの海賊ら辺のところのちょっと裏沿いにある香水とか石鹸屋さんみたいなのがあるんですけど、そこに行きたかったんですけど、ちょっと前に行った時に、あの、閉まっちゃってたんです。やってなかったんですね。そうなので、ちょっとリベンジしようというわけで今回行ったらやってました。でもなんかこの時期だからか、そのお店も結構ね、あの、狭めなんですね。そうなので、なんか何人ずつみたいな感じで入場宣言してました。なので、だいぶね、結構15分ぐらい待ちましたね、入るのに。というわけでそこで買ってきたのがこちらです。まずはこちら、はい、こちらアリスのリップクリームです。で、こちらはですね、なんと温かなお茶の香りです。で、これね、もう一個ね、なんか楽しいなんかお菓子の香りみたいな、もう一種類ね、香りがあったんですけど、私はこの温かなお茶の香りの方にしました。で、めっちゃ可愛くない？これ、そもそもこれね、ほぼね、6割7割パケ買いって感じですね。これ中身まだ見てないんですね、デザイン。そう、でもパッケージめちゃ可愛くて、これちょっと箱取っておきたいなということでね、選びました。で、お値段が820円です。まあお値段はちょっと可愛くないですね。とりあえずちょっと見てみますね。普通にリップクリーム欲しいっていうかね、使うし、本当にお茶の香りする中でちゃんと温かさのある感じられる中のリップはどんなのなるか、まあ普通のだと思います。あ、かわいい。これお土産とかで買ってったらめっちゃ嬉しいかもね。まあ意外といいよね、なんかでも。こんな感じのリップでーす。デザインめっちゃかわいいんだけど、アリスがありますね。で、開けると、こんな感じ。まあ普通のリップクリームですね。匂いは、いかに？ちょっとミルクティーっぽいかも。わかんないな。お茶って言われても微妙いな。じゃあちょっと塗り具合いきますね。あ、滑らかな感じですね。はい、いいですね。これめっちゃ可愛い。次。続きましては、なんと、香水をゲットしちゃいました。バーン。オリジナルオードトワレ N。で、こちら、香りがですね、エレガントブーケにしました。で、これね、同じこのパッケージっていうか、この見た目の香水でいろんなね、香りがあったんですけど、このエレガントブーケが個人的に一番いい香りだったので、これにしました。で、なんかね、今この時期だからか、匂い嗅ぐときも、なんかマスクを外して嗅いじゃダメみたいな感じで、ちょっと若干ね、匂いわからなくなりつつ選んだやつです。まあ、ぶっちゃけね、うわってきつくなければいいんだよ。ちなみにこちらお値段、2750円です。はい、いいお値段ですね。これね、パッケージめちゃ可愛いね。見て。ガチ可愛くない？こんな感じのパッケージです。こうリボンがついてて、ミニーちゃんがいて、あとこのてっぺんにもミニーちゃんいて、みたいな感じのめちゃ可愛い、オシャンティーなデザインですね。めちゃ可愛い。ちょっと匂いをちょっと、やっと鼻を開けて嗅げます。じゃあ嗅いでみます。あー、いい香り！よかった！あー、いいエレガント！あー、いい香り！あー、いい香り！あー、いいですね。甘すぎず、さっぱりすぎずって感じでちょうどいい。そんなきつい感じで変わらない、ふわっと香る感じなので、この私たち若い者にも結構ね、いいんじゃないでしょうか。きつすぎるとなんか嫌じゃない？でもめっちゃいい。かわいい。はい、では続きましてはこちら。バーン。美女と野獣のチップの小物入れでございまーす。はい、こちら。これはですね、なんと、サレの商品でして、2300円から1150円になっておりました。で、めっちゃ可愛いの。こんな感じでチップになってて、もうガチの筒状の入れ物なんですけど、普通にここから開いて、
入れれる感じで、結構でもね入りそうなんですよね。こう深さもあるし、こんな感じ、ほら分かるかな、深さ。なんかシンプルにお出かけの時になんかリップとか、まあ、ちょっとしたお直し用のコスメを入れとくとかにはすごい使いやすいんじゃないかなということで選びました。上でこうやって付けれるし、チェーンで、そのでめっちゃ可愛いじゃんと思って選びましたね。ここでも持てます。では続きましてはこちら、バーン、東京ディズニーリゾートポッキー。はい、これはなんとですね、お一人様3つまでとなっていた商品なんですけど、このミッキーの形をしたポッキーということで、初めて見たんですけど、これいいやんと思って選びました。こちらの値段が1400円です。ポッキーなのに1400円っていうのはとても高級ポッキー。お、しかもこう、見て。わかる？こう、一本一本、個包装されてる。すごっ。これ15本入りですね。で、これね、ちょっとしたバラ巻きのお土産とかにはすごいいいかもしれないですね。こういうのいいよね。一本ぶっといなんか高級ポッキーみたいな、テンション上がる。こんな感じで可愛く一本一本ね、個包装されてます。可愛い。ちょっと一本食べてみよう。大事に食べなきゃこれまして。いただきましょう。うわ、ぶっと。え？でもすごい、ちゃんとさ、このクッキーの部分見たらわかるけど、ちゃんとポッキーの柄だしさ、え、ポッキーに見えないんだけど。でもちゃんとミッキーになってる。ほら。可愛い。ちょっと食べてみますね。いただきます。ミッキー！美味しいけど、もうなんか、ポッキーってあの細さがポッキーじゃん。でもただのチョコ棒みたいになってる。でも普通に美味しいし、チョコも甘いし、めっちゃ美味しい。でもね、歯ごたえがすごい、サックサク。めっちゃ美味しい。これは、もらったらテンション上がるかもしれないですね。はい、というわけで続きまして、こちら。はい、これはですね、トイストーリーに出てくるバターカップのちょっとしたポーチでございまーす。はい、まあこれはディズニーでの定番なんか顔面ポーチみたいな感じのバターカップなんですけど、これがね、またサレになっていて、こちらの値段1800円から900円になっておりました。やばいですね。なんかしかも、この結構いろんな種類あるじゃないですか、こういう顔だけのポーチって。でもその中でもサレになってたのが、バターカップとハムと、あと、サリーだった気がするんですよ。差別じゃんって思って。まあでもね、このバターカップめっちゃ可愛かったので選んだんですけど、もうね、めっちゃ入らん。もうめっちゃ入らん。びっくりするぐらい入らん。まあ、それだからちょっとまあサレになってたのかなっていうのもちょっとなんだかわかるっていうか、どう？これリップ2本ぐらいしか入らない、マジで。スマホも入らん。なので、まあでもね、これめちゃめちゃうち可愛いし、なんかこうパスケースになるし、まあリップ2本とか前髪の櫛とか入るからめっちゃ可愛いなって思って、ちょっと私ね、買っちゃいました。で、これちなみに、本当は、もうすぐ私のお家に、お友達家族、ちっちゃい赤ちゃんが来るんですね。遊びに。その子にちょっとなんかお土産っていうか渡したいなって思って選んだんですね。2歳ぐらいかな。で、そういうの子がこれかけてたらマジ可愛いじゃん。だから私はもうこれを選んだんです。で、私もちょっと欲しくなっちゃって、ゲットしました。この子はね。これはその子にあげます。可愛いじゃん、もう絶対。しかも、2歳の子別にさ、入れるとしてもなんか、どんぐりとかダンゴムシとかじゃん、言うて。だからまだいいみたいな。そう。というわけで続きましてラストはまた同じくそのお友達ちっちゃい赤ちゃんベビーちゃんにあげる用のプレゼント、じゃーんチップのぬいぐるみでーす。で、こちらお値段2000円でございます。で、こちらチップとデール2人いてセットがいいと思ったんですけど、さすがにちょっといいお値段なので、私の推しのチップの方にしました。どっちも可愛いんですけど、で、しかもさ、2歳の女の子がこうやってチップ抱いてたらマジ可愛くないって思っちゃって、もううちの押し付けだろぶっちゃけ、持っててみたいな。そう、でもマジ可愛いなって思って、だからこれとこれしょってたらもう可愛すぎるじゃんって思って、もうなんかこういうナナちゃんサイズの可愛いやつとかもあったんですけど、ぶっちゃけなんかこれとかだとちょっと大きすぎて持ち運ぼうにも持ち運びづらいなということで、このちょうどチップにしました。可愛くない？しかもなんかチップはチップでもなんか足が自立するチップとかもあったら、なんか手とかも動かせるような。でもそれよりこういうふにゃふにゃした方がなんか遊びやすいっていうか、なんか楽しいっていうか気持ちいいのかなみたいな感じでこちらにしました。顔もちゃんと選びました。で、ちなみにぬいぐるみの種類もめっちゃ少なくなってて、なんかプーさんのぬいぐるみとかもね、めちゃめちゃ可愛いなって思ってたんですけど、なんか今プーさんのぬいぐるみ全滅で、なんかピグレットとティガーとイーヨーのぬいぐるみしかなくって、マジでね、種類少なかったですね。だから全体的にミッキーのシリーズも全然少なかったし、あとね、ダンボとかその辺のも全然なかったですね。もういかついでかいのしかなかった。というわけで、まぁ、こんな感じですかね。可愛いでしょ。はい、というわけで今回は
卒業ディズニーに行った時のお買い物したものを紹介しました。いかがだったでしょうか。で今回、まあ、ディズニーのお土産コーナーいろいろ回ってみたんですけど、思ったのがもう本当に種類が少ないっていうか、お土産の種類本当に少なくて、アパレル系も少なかったし、それぬいぐるみ系も少なかったしとかで、あんまりね、なんかあんまなかったですね本当に。で前回のディズニー動画でも話したかもしれないんですけど、やっぱりね、カチューシャ関係が本当にない。そう、びっくりするぐらい、なんかもうね、本当にびっくりしちゃった。なんか同じようなものがもう全面にあるみたいな感じで、なんかディズニーにやたらなんか101匹ワンちゃんのダルメシアンのヘアバンドつけてる人多いなって思ったら、そのお店にダルメシアンのヘアバンドめっちゃ置いてあるみたいな。そう、あと101匹ワンちゃんのバケハもかぶってる人いっぱいいましたんですけども、まあ、なのでちょっとそういうところはね、承知の上でディズニー行った方がいいかもしれないですね。まあね、この時期のディズニーでのお土産の参考になったら嬉しいなと思います。それでは皆さん、バイバーイ。もうこれちっちゃいね、お友達になれるのが本当に楽しみなの。今それのために頑張ってる。Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.